さん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわイーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら私を探さないで。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。ここだな。